おはようございます。5月7日火曜日の全国の天気をお伝えします。連休明けは東日本や北日本を中心に広く雨となります。朝から降り方が強いところもあり、通勤通学時間帯は東海を中心にザーザーと降り方が強まることがあります。関東では夜まで雨が降りやすく、北海道でも一時的な降り方の強まりに注意が必要です。また北海道日本海側や各地太平洋沿岸地域を中心に風も強く吹きます。横殴りの降り方になることもありそうですので、丈夫な傘を持ってお出かけください。西日本では天気回復するところも多いものの、油断は禁物。近畿、京阪神を含めて日本海側を中心に急な雨の可能性があります。一旦降り止んでも天気の急変にお気をつけください。日中の気温は雨の降るエリアでは気温の上昇控えめです。春らしい装いですと過ごしやすく感じられます。一方で日差しの戻るエリアでは再び汗ばむような体感となりますので、各地服装でうまく体感調節を行ってください。最新の情報はお天気アプリウェザーニュースからもご確認いただけます。